はい、帰ってきました。いや、疲れた疲れたわ。ですね、髪型これダメですね。ダメですねっていうか、むずいっすね。セットがうまくいかん。こんな感じ。今なんかね、ちょっと違うんだよな、やっぱプロがやったやつとは。ちょっとてか、かなり違う。自分なりにもうアレンジしちゃってるもん。まあちょっとね、試行錯誤しながらいろいろいい感じのやつを模索していきたいなと思ってます。あとさ、髪の毛に重みがなくなったからさ、髪の毛長かった時より短い方が、なんだろうね、重力に逆らわないっていうか、なんて言うの、まあ、要は重かったから、風にはちょっと強かったんですけど、今風に弱いっすね。どうやってこんぐらいの髪の長さの人たちが風に打ち勝ってんのか知りたいっすね。相当固めてんすかね。もうすぐバーってなって、せっかくセットしたのにってなっちゃうんですよね。いや、で、これはコメント返答動画です。そこまで行くのに長すぎるって。ルイさん、またコメントくれましたね。ありがとうございます。お母さん感謝してるよ、こんなにたくさんの幸せを教えてくれてありがとうって。親に感謝しろ問題についての動画ですね、にコメントしてくれましたね。いや、ルイさんが自分の母親の気持ちを代弁してくれたみたいですね。いや、性格が悪いのかな。いや、ルイさんの性格が良すぎるんだろうね。ルイさんの性格が良すぎて、俺の性格の悪さがにじめ出ちゃうんだろうね、この動画で。母親はそんなこと言ってはいないですね。うん。俺には言ったことないね。で、行動にも移してるかっていうと、そこは怪しいですね。うん。いや、まあ、そこはどうでもいいんですけど、実際。感謝してもらいたいとか思ってないんで。うん。いや、お互い思ってないと思いますよ。母親も、俺も。わかんないですけどね。わかんない。うん、実は、陰で、そういうのを、ルイさんとかにも伝わかるように、うん、なんかそういう、振る舞いをしてんのかもしれないね。母親は。わかんないけど。たくさんの幸せは教えたつもりはないですね、母親にね。あとね、うん、そういう幸福論的な話を母親とあまりしたことないんで、多分哲学的な話をしても伝わらないんですよね。それ分かってるんで、そういうなんか難しい話したことないし、うん、まあ極力ね、なんだろう、平凡なね、凡人なね、凡俗なな、ね、うん、なんかヘボい、しょうもない、くだらないことでもいいから、うん、何かしらね、お返しできればいいなとは思うようにはしてます、今年から。はい、まあどうでもいいって感じですね、実際は。いや、だけどどうなんだろうね、母親とか父親とかが死んでから、親が死んでからね、うわ、もう、あの時もっと話しとけばなとか、ああいうこといっぱい話しとけばなとか、もっと感謝した方がよかったなとか、なんか、いろんな親孝行してやればよかったなとかって思うんすかね。僕は思う自信ないんですよね。なぜなら、もうすでに、なんか、存在が体現してっから。調子に乗るな。調子に乗るなってね。いや、もうなんか、うん、ああしとけばよかったなとか後悔するようなことってないっていうか、もうすでに行動に移してるっていうか、うん、思ってるんだとしたらね、それほど自分に正直なんで難しいですね。いや、だけどルイさんには本当感謝してますよ。こうやってコメントくれる人マジルイさんぐらいですよ、マジで。ありがてえ。いや、どんな人なんだろうね。こんなさ、
なんか実際事実とは無言、事実とは異なる点がある感じの文じゃん。だけどなんだろうな、妄想でも幻想でも想像でもこういう風に思えるっていう考え方が、いやこの人いい人なんだなみたいな。でちなみに言うと、俺のいい人って少しなんかなんだろうね、ちょっとトゲがあるいい人っていうのもあるんですけど、これで言ったらまあいい、うん、いやまあそこまで言う必要ないね。いやだけどありがたい本当に。いや母親と仲良くしてやってください。うん、頼みます。何目線っていうね。まあ、あの動画で伝えたかったのは、感謝されたいんだったら感謝しなって話ですね、シンプルに。で、感謝しなよって誰かに強制する感謝って本当に感謝されてるっていう気持ちなのかっていう、伝わるのかって、それって本当の気持ちなのかっていう疑問点を投げかけたっていうだけの動画です。はい、感謝しててもね、思ってても、あの行動や態度に移さないと実際伝わらないんで、ほぼ意味ないんで、そこはね、いやまあ実際思ってたりしたら自然と行動や態度に出るもんですけどね。実際はいや心では思ってんだよとか、実は思ってんだよねとか、照れくさいんだよねとか、そういうのは実際は後付けっていうか、本当に思ってんのかよって逆に思っちゃう感じではある。はい、以上ですかね。では切ります。じゃあバイ、ありがとうございました。はい。